栄えた町だっていうのがよくわかるわ。準備中って書いてるよ。シミ店すごく美味しそう。次の目的地は仙台、ここから19駅です。それではこの仙台行きの列車に乗っていきます。わあ、すごい雪。いい、仙台駅着きました。人めっちゃ多いな。さすが東北最大の都市、八番乗り場まである。西口の方が栄えてるんですけど、ホテル東口の方で撮ってるから東口行きます。仙台駅の東口にやってきました。ここからホテルに向かいます。今日泊まるホテルはこちら、ビスタ仙台。あ、すごい綺麗、めっちゃええ感じのホテルです。おお、廊下めっちゃ綺麗。こういうカードキーで開けるタイプのようです。お、いい感じの部屋で、ここのホテル大浴場もあるようなので、後でゆっくり入りたいと思います。テレビや、冷蔵庫、あとまあ電気ケトルなど一通りのものが揃っております。トイレとシャワーはこんな感じです。よし、じゃあチェックイン済ませたのでご飯食べに行きたいと思います。このホテル宮城野通駅のすぐ近くにあるんですよね。ホテルからすぐの宮城野通駅、ここから地下鉄に乗っていきます。それじゃあここから地下鉄で青葉通り一番町まで行きたいと思います。東西線の八木山動物公園行きに乗ります。隣の駅は連峰っていう駅か。青葉通り一番町駅に到着です。まあ、全然ホテルからここまで歩いてこれる距離だったんですけどね、ちょっと地下鉄乗ってみたかったんでわざわざ乗ってきました。地下鉄から出てきましたと思ったら、もう商店街のど真ん中ですね。でくえ長い商店街。さすがは東北一の繁華街、人が多い。こっちにも、とりあえずこのまま仙台駅方面に歩いていきます。仙台駅方面に歩いていくつもりが間違えて北の方に向かって歩いてました。この商店街はかなりでかいんですね。先ほど通り過ぎたこの交差するところで、ここに曲がっていけば仙台駅方面に着くようです。このまままっすぐ行ったら仙台駅ですけど、向こう側がもう全然見えない、かなり長い商店街ですね。商店街抜けてきたと思ったら、道路の向こうにもまだまだ続いてます。車の交通量もかなり多いですね。この商店街クリスロードっていうみたいですね。で、ここで曲がったところにお目当てのお店があります。これが青葉通り、仙台のメインストリートといった感じでしょうかね。その青葉通りにちなんで、青葉餃子というグルメが食べれるお店がここ、太陽楼って呼ぶんでしょうかね。こちらが仙台青葉餃子、560円、ニンニク不使用なんだって。お客さんいっぱいでにぎわった店内です。青葉餃子来ました。すごいいい色してる。おすすめの食べ方は胡椒を2振り、そこに酢を3周垂らしたらいいんだって。すごい美味しそう。すごいしその味が効いてて美味です。青葉餃子美味しかったです。
青葉通りの向こうには仙台駅が見えております。それでは続いて牛タン食べに行きたいと思います。ここで食べようかな。利久中央通り店入れるかな。もう仙台駅の周辺にこの利久というお店かなりたくさんあるんですごい気になったんですよ。でこの、味比べ定食行きたいと思います。牛タンと牛タンの焼き味の、味噌味まとめて食べれます。お酒どうしようかなと思って気になるのも行けました。濃厚ジャージーヨーグルト酒宮城さんみたい。これちょっと頼もう。濃厚ジャージーヨーグルト酒あふれんばかりについていただきました。っていうかあふれてる。めっちゃ濃厚なヨーグルト。でもすごく飲みやすいからお酒の弱い自分でもぐいぐいいけちゃいそうです。あー味比べセットきた。めっちゃ美味しそう。テールスープとあと牛タンのこれがノーマルの方とこっちなんか味噌味みたいですね。抹茶アイスまでついてる。じゃあちょっとテールスープいただきたいと思います。あやばいこれ濃厚でうますぎる。ここのご飯もち麦入ってるんですかね。なんかすごい健康そう。じゃあ早速牛タンいただきます。まずはノーマルの方から。いやー濃厚でジューシーです。続いて味噌味もいただきたいと思います。いや濃厚な味噌味がすごいマッチングしてて美味しい。すごいの入ってた。これが牛のテールか。濃厚ジャージーヨーグルト酒も飲み干しました。さすがにお皿の部分のはもう飲めないか。じゃあ最後に抹茶わらび餅いただきます。中にあんことクリームも入ってすごい美味しい。いやー美味しかった。やっぱり仙台本場の牛タンは違うな。全部で3025円でした。お腹いっぱいになったので仙台駅の方に戻ります。ここから先の商店街はハピーな中家町っていうみたいや。にしても人めっちゃ多い。はい、アーケードを抜けて仙台駅のとこまでやってきました。とりあえず仙台駅行こうと。やっぱり仙台駅でかい。そういえばまだずんだ餅食べてなかったな。この仙台駅のどっかで食べたいと思います。って思ったら仙台駅にこんなずんだ小やかし牛タン通り寿司通りなんてあるんや。行ってみようと。3階の方ですね。こんな感じで宮城県のグルメがびっしりと揃っているようです。いざ3階へ。わあすげえ牛タンのお店がびっしり並んでます。人もめっちゃ多い。宮城県といえば伊達政宗。うわすごいな、ずんだシェイクってのがあるんだ。いや仙台駅の中めっちゃにぎわってますね。仙台駅といえば特徴的なのがこのステンドグラス。待ち合わせスポットにもなってるんですかね。仙台駅直結のエスパルの地下に行ってみよう。今ちょっとお腹いっぱいなんでこの地下にあるずんだ茶楼で、ちょっとずんだ餅買っていきたいと思います。
ずんだ餅美味しそうだけど、5個入りこんなに食べれないんだよな。でも地下のお店にはこういうカップタイプの安いやつがある。あとシェイクも買っちゃおうかな。はい、ずんだ餅とずんだシェイク買いました。でももうイートインコーナー閉まっちゃってるので、ホテルでゆっくり食べたいと思います。それでは仙台駅東口から、ホテルに戻りたいと思います。こうやって見ると東口の方もなかなか栄えておりますね。東口にはこんな大きなヨドバシカメラもあります。駅前今開発中なんですかね、すごいなんか広大な敷地が工事中です。ホテル戻ってきました。とりあえず風呂入ろう。風呂、2階に大浴場あるの嬉しいですね。2階にはコインランドリーもある。いや、大浴場すごく気持ちよかったです。よくよく考えたら昨日の夜夜行バスで出発してきたから今日全然風呂入ってなかったですね。特に久しぶりに風呂入ったんですごい気持ちよかったっす。おっと、いけないいけない。仙台駅で買ったずんだシェイクとずんだ餅すっかり忘れてた。でも忘れないうちにいただきたいと思います。それじゃあまずはシェイクから。甘っ、おいしい。枝豆の味がする。それじゃあ続きましてはカップ入りのずんだ餅いただきます。わあ、すごい大きめのお餅がゴローンと入ってます。いただきます。うん、あー、うまい。枝豆の味がする。中にはね、これぐらいの手頃なサイズのお餅が全部で3個入ってました。一人で食べるにはこれくらいがちょうどよくておすすめです。お餅3個と思ったらまた出てきた。多分全部で4つ入ってますね。ということでですね、1日目無事終了しました。夜行バスで福島県の郡山に来てから仙台までやってきました。郡山でクリームボックス食べて、二本松で浪江焼きそば食べて、福島でしみ天を食べて、で仙台では、青葉餃子、牛タン、あとずんだ餅食べました。まあ、かなりちょっと胃袋の方もハードでした。明日は、岩手県の方に向かいたいと思います。それじゃあおやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。